海外領土、自治領の一覧は、世界に存在する、独立国家以外の地域の一覧である。海外領土、自治領を示した、世界地図何をもって、独立国家とみなすかは一概には言えないが、国際連合加盟国に、国連総会オブサーバーのバチカンを加えた、194カ国は、世界の多くの国によって、国家承認されている。なお、パラオ、ミクロネシア連邦、 マーシャル諸島はアメリカ合衆国の自由連合国であるが国連加盟国であり日本も国家承認しているため本校の一覧からは省略する。一方、国連総会オブサーバーのパレスチナ国や国連から脱退した中華民国については国交否定決国であっても非政府組織等を通じて国交に準じた取り扱いをしている例が見られる。 国際社会にはこれらの国以外にも、西サハラ、コスボ等の独立国家として他国から承認を受けながらも、国連に未加盟の国、地域がある。これらを除き、この一覧では、独立国家、またはその不可分の一部とはみなされない地域であり、なおかつ ISO3166 から1の国名コードが割り振られている地域の一覧表である。したがって、具体的には、 以下の地域を含む。そのため、本校では以下に挙げる地域は一覧に含めない。カリブ海のオランダ領には、他に、ベス諸島があるが、いずれも2010年のオランダ領アンキル解体に、伴い、オランダ本国に編入されているので、この一覧には含まない。すべての領有主張は、南極条約により凍結されている。ありがとうございます。